まだ早いし、どこかへ行く？
君、時間はある？とても個人的なことなんだけど、手伝ってほしいの。前回特効薬を回収し処理してくれてありがとう。もう一度お礼を言わせて。でもバフの試薬を処理するだけでは医療物資不足を解消できない。すぐに対処できない患者も多くて、私の薬のストックも底をつきそうなの。君たちのおかげで上層階へとつながる炉心の通路が再び開放されたでしょ。だからこの機会に上層部に行って支援をお願いしてこようと思っているの。君は本当に面白いわね。私が以前話した養父母のことはまだ覚えてるかしら。炉心の通路が再び開放された時にあることを思いついたの。養父母宛に手紙を書いて散歩に届けてもらおうって。あまり期待はしていなかったけど、散歩は母からの返信を持ち帰ってくれたのよ。返信を手にした時、私も君と同じことを思ったわ。父も母も昔と同じ場所に住んでいたわ。二人とももう仕事はしていないけど、学校や病院のつてはまだあるはず。運が良ければ火葬部用の医療物資を調達できるかもしれないわ。もちろんこの件とは別に両親との再会を望む気持ちも強いの。母の返信から私と同じように喜んでくれている気持ちが伝わってきたわ。可能であればの話だけど、君も一緒に来てくれない？よかったわ。これで一安心ね。すでにもう一度手紙を送って待ち合わせ場所を決めてるの。噴水広場の近くで落ち合いましょう。心配しないで、行政区の周辺は大体覚えているわ。まだ早いし、どこかへ行く？
記憶の中の景色とあんまり変わらないわね。来たのね。ごめんなさい、ぼーっとしてたわ。この賑やかな通りを見て。上層部の生活は昔のままね。まるで何も起こっていないみたい。母との待ち合わせまでまだ時間があるわ。ちょっと考えていることもあって。母に何かプレゼントをしたいの。君は私より上層部に詳しいでしょ。何かいい案はない？長い間花の香りを嗅いでないわ。じゃあ花で決まりね。道案内をお願いできるかしら。夏至って意味よね。ここはずっとこの名前なの？子供の頃は名前に隠された皮肉に気づかなかったようね。ごめんなさい、今の言葉はあまり良くなかったわね。きっとこの店名には何か純粋で美しい願いが込められているんでしょう。今思い返してみると、私たち家族にとって花を贈ることはとても大切な儀式だった。父、母、バフ、それから私も思い出を作るたびにいつも花を贈って喜びを表していた。花にまつわる話を聞いてくれる？父は毎年結婚記念日に赤い紙に包まれたマリボタンを母に送ってた。マリボタンの花言葉は永久不滅の愛。まさに二人の結婚を表現するのに最もふさわしい言葉だわ。養父はベロブルグで有名な外科医だったの。だから父が執刀医を務める手術は常に医学界の注目の的になっていた。父は常に大きなプレッシャーにさらされていたわ。父が難易度の高い手術を終えるたびに、私と母は弾用花を買って彼の医療服の胸ポケットにピンで留めてたの。弾用花の花言葉は暖かな光に向かって。患者にとって父はきっと唯一の光だったはずよ。バフ、家族の中で最も花と縁遠いのが彼ね。でも彼が医学院の合格通知をもらった日に、両親に連れられて花屋に行ったの。その時、一番高い伯爵夫人を買ったのよ。今でもはっきりと覚えているわ。その花をプレゼントした時、兄は笑ってくれたの。彼を笑わせるのは至難の業なのに。私はずっと自分の誕生日を知らなかったのよ。養父母は
私を上層部に連れてきた後に養子縁組の日を誕生日にしようって言ったの。両親は毎年その日になると私に初雪八楽をプレゼントしてくれた。私と共に過ごした年と同じ本数の花を用意してくれたの。後から知ったんだけど、初雪八楽の花言葉は美しい記憶。私はまだ二人にありがとうと言っていない。私に素晴らしい幼少期をくれたことへの感謝を伝えていない。すぐに用意しますね。お待たせしました。どうぞ。またのご来店をお待ちしてます。選べた？どんな花を選んだのか見せてちょうだい。マリボタン。素敵な選択ね。父は今でも母に結婚記念日の花を贈っているのかしら。君ならきっと素敵な花を選んでくれると信じていたわ。両親もきっと喜ぶはずよ。行きましょう。もうすぐ約束の時間よ。待たせるのは良くないわ。私は元気ですよ、ナターシャ。お嬢様、お嬢様は素敵なレディーになられましたね。旦那様がそのお姿を見られないとは。お父さんはどうしてここにいないの？まさか。3年前のことよ、ナタ。でも悲しまないで、お父さんは苦しまずに行けたわ。ごめんなさい、お母さん。
そばにいられなくて、おスベルにも苦労をいっぱいかけたわね。そんなことをおっしゃらないでください。旦那様と奥様のおそばにいられることは私にとってとても名誉なことです。それに上層部と下層部が行き来できなくなっていたのはあなたのせいじゃないでしょ。自分を責めないで。一緒に祝えればよかったのだけれど、下層部にはまだ病気で苦しんでいる大切な人がたくさんいて、今はお母さんしか頼れないの。謝らないで。私の大事なあなた、下層部でのあなたの話を噂で聞いたわ。たくさんの人の命を救ったのね。お父さんもきっと誇りに思っているはずよ。学院につてがあるから、薬でも文献でも問題なく入手できるわ。医者としての務めを果たしなさい、ナタ。この先再会の喜びを共有できる時間はたくさんあるはずよ。絶望している多くの患者たちも希望を抱くことができるはずよ。一日中母とゆっくり昔話をしたいけど、今はもっと大事なことがある。下層部に戻りましょう。助けを必要としている人たちにこのいい知らせを伝えないと。ナターシャお嬢様、お待ちください。オスウェル、母と一緒に戻ったはずよね。どうしたの？ナターシャお嬢様、申し訳ございません。実は直接お伝えしなければならない大事なお話があるんです。母の前では言えないことなのね。お嬢様は幼い頃と同じように鋭く聡明でいらっしゃる。上層部と下層部が封鎖されてから最初の2年間ほど、バフ坊ちゃんからの手紙が何通も届いていたんです。何ですって？バフからの手紙、本当なの？もちろんです。お嬢様、私が坊ちゃんの筆跡を見間違えるはずがありません。
お嬢様もそうでしょ。実は坊ちゃんの手紙は全てお嬢様宛てでした。封鎖令のため下層部には届かず旧宅に戻され、私が受け取っていたのです。なぜ父と母に手紙を見せなかったの？私は申し訳ございません、お嬢様。実は気になり一度だけ手紙を読んだことがあるんです。中には旦那様と奥様には知られないようにと書かれておりました。ですので見つからない場所に全ての手紙を隠して、お嬢様が上層部にお戻りになられた時に渡すことにしたのです。私はただ旦那様と奥様が思い悩む姿を見たくなかったのです。今手紙を持ってるの？おすい、見せてちょうだい。もちろんです、どうぞ。お嬢様もきっと坊ちゃんの筆跡だとわかるはずです。自分の傲慢さを思い知らされた。寒さを吹き飛ばす魔法なんて、温室育ちの子供が手に入れられるわけないだろう。彼バフはベロブルグを離れてからも吹雪免疫の研究を諦めてなかったんだわ。僕は放棄された建物に住み着き、吹雪の中で一進一退の実験を繰り返した。僕は震えている。寒さのせいじゃない、僕が少しずつ成功に近づいているからだ。手紙の内容が本当なら、バフは雪原のどこかに実験室を作り、成果まで得ているはずよ。でも、そんなことが本当に可能なのかしら。手紙を書いてまで嘘をつく理由はないわ。
この手紙を書いた時にはもう完全に正気を失っていたという可能性もあるけど。ねえ、ここを出て兄が残した研究成果を探したいの。一緒に来てくれる？ここを出る？ナターシャお嬢様、それはあまりにも危険です。分かっているわ、オスウェル。でも彼女は下層部を救った英雄よ。必ず私を守ってくれるわ。そうでしょ、バフ。あれから何年も過ぎたのに、まだあの吹雪をさまよって。何でもないわ、独り言よ。行きましょう。過去の影を追いかける時が来たわ。吹雪免疫なんてものが本当にあるのなら話は別だけどね。もっとペースを上げましょう。凍死する前にバフの痕跡を見つけないと。ここに実験器具のようなものがあるわ。バフが残したのかもしれない。廃棄された試験管やビーカーみたいな容器しかないわね。試薬のサンプル、実験記録のメモすらないわ。私は兄をよく分かってる。彼は実験に対して恐ろしいほど厳格だったわ。どんなに厳しい環境での実験でも結果の記録を怠ったことは一度もなかった。雪原の奥の方も探索したいんだけど、君は大丈夫？どんどん下がってる。でもここまで来て諦めたくないわ。優しいのね。気持ちだけ受け取っておくわ。遅延のボスを見くびらないで。行きましょう。今まで考えたことはなかったけど、今回は剣奏者たちが崇める神が少し
少しでも私たちに運を分けてくれることを祈りましょう。市民か、城壁の外にいるだと。おい、二人とも動くな。あのシルバーメイン、私たちに向かって叫んでいるのかしら。あ、忘れるところだったわ。許可なくベロブログを離れるのは犯罪だったわね。どうやら弁解が必要みたい。殊勝な態度ではあるが、今の話は信じがたい。隊長、この医者のネックレスを見てください。彼女の言ったことは本当かもしれません。それはバフ先生と同じ。私と兄は確かに同じネックレスをしているけど、どうしたの？バフを知っているのね。あなたは本当にあの方の妹なのか。彼は俺たちの命の恩人だ。命の恩人？そうだ。城外で巡回をしているシルバーメインは皆死と隣り合わせだ。モンスターが徘徊しているだけじゃない。毎年この極寒のせいで殉職する兵士は少なくない。
バフ先生が残してくれた交換薬のおかげで氷像になる心配もなく、この雪原で野営や巡回をすることができるようになったのだ。交換薬、吹雪免疫ね。それは俺たちにもわからない。バフ先生はいつも神出鬼没で、俺たちの正体は一度しか会ったことがないんだ。彼はあまり話をしたくないらしい。毎回薬箱を特定の場所に置いて巡回している隊に持って行かせているんだ。彼の薬の効き目は強力で、小さな瓶一つで一週間は寒さを感じなくなる。そういえば前にバフ先生が目撃されてからだいぶ経っているな。だいたい3年くらいか。無事だといいな。つまり彼は本当に雪原で実験を成功させたのね。それで君たちは薬に副作用はないの？副作用？特に何も感じないな。不便な点があるとすれば、薬が切れるまで町に戻れないことだろうか。体中が熱くなるから、町に戻るとあまりの暑さに汗だくになってしまうんだ。情報を提供してくれてありがとう。私たちはもう少し雪原の奥まで行って、兄の安否を確認するつもりよ。どうやら決意は固いようだな。護衛をつけたいところだが、勤務中の小隊が無断で持ち場を離れることは固く禁じられているんだ。こうするのはどうだ。これはバフ先生の交換薬だ。持って行ってくれ。話が本当なら二人とも自分で自分を守れるだろうし。ありがとう、もらっておくわ。待って、あそこにモンスターがいるわ。見えた？モンスターの後ろに何かがあるようね。そうだわ、吹雪免疫。飲むかどうかは君が決めて。戦闘準備はバッチリよ。君の背中は私に任せなさい。負けが少なければ勝ち。来い！もっか！はいになる！誘ってないけど。戦闘だ。この曲はあんた
こんなに近くで君が戦う姿を見たのは初めてね。かっこよかったわ。さすが仮装部の英雄ね。向こうを調べてみましょう。マフに関するものが見つかる予感がするの。の筆跡よ。ここが彼の最後の実験室だったのね。君も見ていいわよ。最後の実験は2年前のようね。その後に何が起きたのかしら。実験記録の内容から察するに、彼は今も吹雪免疫を改良する方法を探しているようだけど。兄さん、一体どこに行ったの？どこに？ごめんなさい、取り乱してしまったわね。オスベルが保管していた手紙を見たとき、わずかな希望が胸に芽生えたの。こんな危険な場所までついてきてもらったのは私のわがままよ。彼がしたことは許せないわ。兄に会いたいという気持ちをごまかすことはできない。さっき私は喜ぶべきだったのかもしれないわ。完璧とまではいかなくても彼の忍耐は報われた。彼は心の安寧を得たのかもしれない。罪のない人を傷つけた加害者であることも、かつて犯した悪事も忘れないわ。バフは医者という肩書きに泥を塗ったの。私が一番分かっている。悪魔の手から生まれたものだとしても、吹雪免疫は後世の人々の助けになる。人という生き物は本当に矛盾だらけね。これらの実験記録と資料は持っていくわ。バフの未完の研究は私が引き継ごうと思うの。いつの日か完璧な吹雪免疫をこの世に誕生させてみせる。でもここを離れる前にもう一つだけ手伝ってほしいことがあるの。これが最後だって保証するわ。これでいいわね。吹雪の中で少しでも長く立ってくれるように祈るわ。確かにそうね。少し考えてもいいかしら。バフ。
我が兄。これでいいでしょう。私の最後の願い事を見守ってくれてありがとう。父の教えをまだ覚えているかしら。医者に患者を選ぶ権利はない。子供たちよ、覚えておきなさい。助けを求めてきた人を決して見捨ててはいけない。決してだ。まだ早いし、どこかへ行く？
まだ早いし、どこかへ行く？遅いな。なんでまだ来ないんだ？ああ！
噂をすればってやつだね。ちょうど今まだ来ないのかって考えてたところだったんだ。私たちの中でしょ、準備なんて必要？何も気にせず飲んで食べればいいだけじゃないか。何しろ今日は相談に乗ってもらうことに対しての埋め合わせでもあるんだから。でも今日はアフタヌーンティーを楽しんでいる人が多いな。私たちは立って話すしかないかもしれない。飲みすぎると夜に眠れなくなるから気をつけて。話を戻すけど、今回あんたを呼び出したのはお願いしたいことがあるからなんだ。さすがの心の広さだね。世界を見てきただけあるよ。なんだか申し訳なくなってくるな。何から話せばいいのか。確かあんた、それから美月と炭鉱は請求列車に乗ってベロブルグに来たんでしょ。実は聞きたいことがあって。あんたたちの列車って新しい乗客を歓迎してる？だって一件落着したでしょ。性格のことは解決したし、係員も、やっぱり何でもない。さっきの話は忘れて。ほら、私がここに残ってもやることがないからさ。どうせからくり工房で設備を直したりギターの練習をしたりするだけじゃないか。ライブの雰囲気は確かに悪くないけど、来るメンツは大して変わらないし。それに私は研究をしていた身だから、新しい世界を探索するっていう絶好の機会が目の前にあるのに、ワクワクしない方が無理だよ。ベロブルグは狭いし、何年もいたら飽きると思わない？二つ返事をして大丈夫なの？わかった。じゃあこの件はあんたに任せる。この頼みがすごく急でわがままだってことはわかってる。先にあんたに謝っておくよ。セーバルは帰ったし、姫子にメッセージを送って彼女の頼みについて聞いてみよう。ベルトやパムに聞いてみるのもありかも。
誰に聞こうかな。姫子にメッセージを送ってみよう。姉さん、ブローニャ様のところに行って話をしてくれ。これはブローニャ様直々の召集なんだ。ああ、分かった。考えておくよ。君、いいところに。姉さんを説得してくれないか。やっぱりこうなるのかな。状況も何も。姉さんがシルバーメインに戻りたくないのは分かっている。だが、ブローニャ様は姉さんの才能を高く評価されている。あのお方は姉さんにはベロブルグの復興に貢献できることが多々あると感じておられるんだ。だから僕は姉さんにこの話をした。いずれにしても一度はお会いしてくれ。分かったよ。一度クリフォト城に行ってブローニャに私の考えを包み隠さずに伝えればいいんだろう。ごめんね、私は先に失礼するよ。戻ってきたらまたそっちの話を聞かせて。姉さんはずっとあんな感じの性格なんだ。すまない、さっきは姉さんとの話に夢中になっていて事情を説明するのを忘れていた。君も知っていると思うが、昔姉さんはシルバーメインの技術部の研究グループでリーダーの一人を務めていたんだ。彼女の研究テーマは性格だが、姉さんは性格の研究にとどまらず機械工学など他の分野にも精通している。守護者になられた後、ブローニャ様はすぐに姉さんのことを思い出されたんだ。あのお方はベロブルグの再生のために姉さんを呼び戻し、再び技術研究の仕事についてほしいと考えておられる。だが
君も先ほどの姉さんの態度を見たはずだ。城に行っても思わしくない結果になったり、まずい騒ぎを起こさないとも限らない。いや、そんなに単純な理由ではないのかもしれない。僕の直感がきっと係屋様に関係があるのだと告げている。いや、これは僕の憶測に過ぎない。それに僕は昔から姉さんの考えを推し量るのが苦手なんだ。君は姉さんと仲がいいようだから、機会があれば直接聞くといい。だが正直に言うと、僕も毎日クリフォト城にいて仕事机の前でため息をつく姉さんの姿は見たくはない。姉さんの性格なら君たちと一緒に旅に出る方が合っているだろう。彼女の知識欲と好奇心から考えると、ベロブルグはあまりにも狭い。姉さんとブローニャ様の話がどうなるのか、やはり気になる。もし君に時間があるのなら、クリフォト城の前で一緒に姉さんを待たないか。これは知る人ぞ知る。まだ話し合いは終わってないようだ。争いになっていないといいが、やはり中に入って様子を見てみよう。セーバルさん、あなたの考えは理解した。私はあなたの選択を尊重する。今回のように理由もなくあなたの意思を汲み取らずに要求するのは確かに間違っている。あなたに謝らなければ。このことは忘れてほしい。そんなこと言わないで。ブローニャ、あんたはもう大守護者なんだから、こんな些細なことで。それに個人的な理由でベロブルグの再建に力を貸すことができないんだから、私の方が謝るべきだ。分かってる、セーバル。だってあなたとお母様は。ごめんなさい、わざとあなたの嫌がる話を掘り返したわけじゃない。ただこのことについて直接あなたに確かめなければと思っていたから。このギターはお母様の残したものの中から見つかったの。生前のお母様は音楽が好きだとは決して言えなかった。だからこのギターはあなたに関係があると思って。
確かに私のものだよ。いや、正確にはカカリアと私のものだった。ブローニャ、あんたさえよければこのギターをカラクリ工房に持ち帰ってもいいかな。もちろん構わない。きっとこのギターには物語がある。でも個人的な話だろうから、これ以上追求するつもりはない。セバル、あなたの旅が楽しいものになるように願ってる。機会があったら忘れずに帰ってきて、みんなに会って。必ずそうするよ。ありがとう、ブローニャ。私とブローニャの話、全部聞こえていたんでしょ？あの子があそこまで寛大だとは思わなかったよ。私を引き止めるような話もしなかったし、まさか彼女が私を呼び出したのはこのギターを返したかっただけ？その可能性もあるだろう。ブローニャ様は人の心を読むのに長けておられる。あのお方はよほどの理由がない限り、姉さんがクリフォド城に立ち入ることはないとご存知だから。何年も経ってからこのギターを再び見る日が来るとは思わなかった。まさに腐れ縁だよ。話すと長くなる。まだ士官学校に通っていた頃、私とカカリアは問題児として有名だったんだ。二人で奇妙な発明ばかりしていたからね。新技術の無限の可能性を探求するなんて言いながら。このギターはその時に作ったもののうちの一つなんだ。カカリアが名付けたんだけど、スーパーエレクトリック演奏機、通称エレキだよ。
何？信じられないってわけ？想像もつかないでしょ。カカリアも昔は熱血なやつだったんだよ。今聞くと長くてバカっぽい名前だけど、当時は結構気に入ってたんだ。すごくロックな感じがしない？長い話になると思うから、続きはからくり工房に戻ってからにしよう。ついでに二人とも荷物の整理を手伝ってくれないか？このメロディーは確か姉さんが作った曲じゃないか。ほとんどの人にはウケないスタイルだと思ってたけど、どうやら少しはここに痕跡を残せたみたいだね。よし、もういい時間だ。帰るよ。やっぱり家が一番だね。外にいるとなんだか落ち着かないよ。ジェパード、手を貸してくれる？お姉さんの荷物をまとめるのを手伝ってよ。僕に拒否権はないんだろう。この部屋、見ているだけで頭が痛くなる。はいはい、これが最後だって保証するから。私が彼女と列車に乗ったらいつまた帰ってこられるかわからないんだよ。この先はもう荷造りを手伝いたくてもチャンスがないかもしれないじゃないか。あんたはもう十分助けてくれたから、そこら辺を適当に見たり少し休んだりしてて。ああ、それは母さんに送ろうとしていた手紙で、まだ書き終わっていないんだ。そんなプライベートな内容じゃないから、好きに読んでいいよ。今も父さんと母さんに手紙を書いているのか？母さんにしか書いてないよ。父さんと仲が悪いのはあんたも知ってるじゃないか。姉さん、もし本当にベロブルグを離れるのなら、やはり出発の前に一度家に帰るべきだ。分かってる。考えておくよ。姉さんのもの、僕よりもぐちゃぐちゃじゃないか。ジェパード、荷物をまとめるのに集中してる。それは
そうだ、シルバーメインデザインの携帯用ストーブだよ。もう壊れてるんだけどね。祖先であるランダル様が残した家宝じゃないか。少しは大切にするべきだろう。私も大事にしようと思ってたけど、骨董品はね、使いにくいけど壊れやすい。それに直しても報酬をくれる人はいないじゃないか。ああそうだ、あんた前に私から機械の修理を習いたいって言ってたよね。この骨董品を使って練習するっていうのはどう？また始まった。姉さんの言うことを聞く必要はない。これの原理は初めてからくり工房に来た時に修理したものと同じだよ。見ればわかる。それじゃあ頼んだよ。報酬としてこの骨董品の物語を聞かせてあげるから。やっぱりあんたは頼りになる弟子だね。考えてみて、初めてここに来た時も最後も機械の修理を手伝う。始まりと終わりが一緒なんてロックだと思わない？すまないが、姉さんに付き合ってやってくれないか。約束した通り、この小さなストーブに秘められた物語を聞かせてあげる。ストーブの持ち主は私たちランドゥー家の祖先で、名前はランダル・ランドゥー。彼女は700年前にベロブルグの防衛戦で活躍した英雄の一人なんだ。記録によれば、決戦の時彼女はシルバーメインを2体率いて、城下で敵軍と4日間も昼夜を分かたず戦ったらしい。当時の新聞の切り抜きがまだ残ってるから、機会があれば見せてあげるよ。当たり前でしょ、私たちランドゥー家の祖先なんだから。自分の選択とベロブルグの市民に対して責任を持つ、これが絶えず突き進むランドゥー家の者の原動力なんだ。ああ、それはうちのかわいいかわいいビンタンが初めて科学観察に出かけた時に送ってきた植物標本だ。でもなんて名前の植物だったっけ、ちょっと思い出せないな。雪サボテンだろ。ついでに言うと、ビンタンとはランデュー家の一番下の妹のことだ。そうそう、雪サボテン。私の記憶力ってばダメダメだね。これはここで唯一生きているように見える植物かもしれないな。あんた人のこと言えないでしょ、言ってて恥ずかしくないの？ともかくこの標本は大切な思い出の品だから持っていこう。
言ってくれて助かったよ。ここまで気になるんなら教えてあげるよ。このギターはずっと前に係屋が私の誕生日にプレゼントしてくれたものなんだ。図面は私が描いたけど、原材料の中には高価で珍しいものもあって、なかなか制作に踏み切れなかった。カカリアが図面を形あるものにしてくれたんだ。厳格かつ迅速に、言ったことは必ずやる。あいつのスタイルはずっと変わらなかった。あの頃は私たちの友情はずっと続くと思っていたよ。姉さんへのプレゼントなのに、どうして係屋様の元にあったんだ？あんたが知らないのも無理はないよ、弟。当時の私たちは大の仲良しで、いいことは全て共有していたんだ。同じ寮の部屋に住み、毎日一緒に学校に行って、一緒にご飯を食べて、一緒に退屈な時間を過ごして、たまに音楽について語り合った。あいつは音楽に関しては素人だったけどね。その関係は完全に縁を切る前まで続いた。仲違いするその日まで、彼女のもとには私たちが共有していたものがたくさんあった。私はずっと期待していたんだ。いつか係屋がこのギターを返しに来てくれるかもしれない。その日が来たら私たちの仲違いを過去のものにできるかもしれないってね。今思うとあまりにも純粋な考えだったな。もしかしたらあいつはとっくにこんなものがあったことを忘れてしまっていたのかもしれない。これがあんたも知っている係屋だ。永遠に全ての人の前を行き、一度も振り返らず。私を、私に関する全ての記憶を捨て去った。分かってる。だからこそ余計にショックなんだ。姉さん、通り過ぎた過去のことは気にしない方がいい。ああ、また重たい話になっちゃった。ダメだね。もっと面白い話をしよう。弟、知ってる？あんたが持ってるギターケースも、それに私の大切なギターも、このスーパーエレクトリック演奏機が元になってるんだよ。それが僕にも関係があるとは、奇妙な縁だな。よし、これで全部できたはず。終わった。この荷物の量は士官学校を卒業した時と同じくらいはあるかな。大変だった。それと姉さん、僕はもう一度聞きたいんだが、姉さんは本当に開拓者と一緒にベロブルグを離れるのか？
もちろん。こんなチャンスは人生で一度きりなんだから、逃すわけにはいかないよ。どうしたの弟？あ、わかった。お姉さんと離れ離れになるのが辛いんだね。僕はコメントを控える。姉さんに余計な負担をかけたいわけじゃない。でも姉さんがここを立つ前に最後の頼みがある。近々自衛隊を率いて下層部のボルダータウンに向かい、現地を視察する予定があるんだが、その任務に同行してほしいんだ。うん？負担をかけたくないって言わなかった？舌の根も乾かぬうちに任務に同行してくれって。はあ、分かったよ。お姉さんと一緒に過ごせる残りわずかな時間を大切にしたいんだね。違う。下層部には古いエネルギー中枢が多くあると聞いたんだ。ベロブルグで中枢を徹底的に検査できるのは姉さんしかいないだろう。ここを離れるという気持ちが変わらないのなら、せめてその前に人々の手伝いをしてほしい。こんな時まで人々のことしか考えてないんだね。まったく言葉が出てこないよ。いいよ、手伝ってあげる。これがランドゥ兄弟の最初で最後の共同作業だ。ありがとう姉さん。それに君も、もし時間があるなら共に来てくれないか。君はベロブルグを救った英雄で、下層部での人望も厚い。君が同行してくれるのなら、シルバーメインが再び下層部に常駐することへの反感も減るだろう。ありがとう。シルバーメインの準備ができたら連絡する。ふぅ、疲れた。今日はここまでにしよう。二人もいろいろありがとう。あんなにお茶を飲んだのに、どうしてこんなにもう眠くなるんだろう。僕は先に駐屯地に戻るよ。君はどうする？僕に言えるのは、思い立ったらすぐに行動するのが姉さんのスタイルだ。いつも自分勝手で悪気もなくトラブルを起こす。だが君たちと共に行くことで、姉さんがその悪い癖を直せるなら、旅に出る価値があるんじゃないかと思う。君には隠し通せないようだな。あれでも幼い頃から一緒に育ってきた姉なんだ。寂しくないといえば嘘になる。だが寂しいのが怖いわけではない。君たちがくれた通信装置がある。寂しくなったらメッセージを送ればいい。僕はただ姉さんが一人で旅に出て自分の身の回りのことをできるかが心配なんだ。でも
君のように素晴らしい人が一緒に旅をしてくれるのなら、僕の考えは杞憂になるだろう。もう遅い。そろそろ行こう。それとも他に話したいことがあるのか。ああ、君の準備ができたら一緒に出発しよう。
まだ早いし、どこかへ行く？
Thank you.
まだ早いし、どこかへ行く？